Audrey. ローマの休日で主演に大抜擢され、一躍スターの座に駆け上がったオードリー・ヘプバーン。以後、麗しのサブリナ、ティファニーで朝食を、マイ・フェア・レディ、暗くなるまで待ってなど、数多くのヒット作の主演を務め、映画界のみならず、ファッション界の絶対的アイコンとして、今もなお愛され続ける、永遠のミューズ。誰もが愛さずにはいられない存在で、それまでにはなかった女性像を作り出しました。ローマの休日は、こちらの動画で紹介しています。初の長編ドキュメンタリー映画となった本作では、家族や映画関係者などのインタビュー、秘蔵映像などから、名声に隠された、彼女の苦悩を紐解いていきます。幼少期、オードリーは、両親の離婚により、父親からの愛情を受けずに育ち、第二次世界大戦中は、ナチスドイツ占領下のオランダで、飢えに苦しむ、過酷な生活を強いられます。このことが、その後の彼女の人生に、大きなトラウマを植え付けます。女優としての、輝かしいキャリアとは裏腹に、私生活では、二度の結婚と離婚を繰り返し、彼女は、深い傷を負います。父親に去られ、夫にも去られてしまった、オードリー。世界一愛された人は、実は、愛に飢えていたのでした。愛に飢えると、人間は卑屈になってしまうものですが、オードリーは違いました。自身の子供たちをはじめ、多くの人に愛を注ぎます。彼女自身は、愛を求めて苦しんでいた。だからこそ、愛を重んじていたんだろう。人間というものを、本当に愛していた。ユニセフ写真家、ジョン・アイザック。得られなかった愛を愛するという行為に変えた。だから今でもあんなに愛されるのだと思う。作家評論家クレマンス・ブールーク。母はいつも自分に欠陥があると感じていたようだが、そんな心の傷を愛に変化させた。オードリーの長男ショーン・ヘプバーン・ファーラー。そして晩年、彼女はユニセフ国際親善大使として世界中の子供たちのために自身の名声を捧げることになるのでした。Grace Kelly, The American Princess。 エレガントで気品のある容貌でクールビューティーと賛美されたグレース・ケリー。映画では当時の貴重映像や写真、彼女をよく知る関係者たちへのインタビューとともに彼女の半生を振り返っていきます。アメリカ・フィラデルフィアで比較的裕福な家庭で育ったグレース・ケリーは高校卒業後、女優を志し、両親の反対を押し切って単身ニューヨークに渡ります。ブロードウェイで活躍後、ハリウッドから誘いがかかり、映画の世界へ。ダイヤル M を回せ、裏窓などのヒッチコック作品に出演し、喝采でアカデミー賞主演女優賞を受賞し、ハリウッドのトップ女優としての地位を築きます。そんな人気絶頂の中、カンヌ国際映画祭で知り合った、モナコ大公、レーニエ3世と恋に落ち、結婚。恋人となるため、26歳という若さで女優業を引退します。おとぎ話の世界ではなく、現実の世界で本当のプリンセスとなります。当初は周囲からの批判もありましたが、彼女は恋人としての務めを完璧にこなし、国民の信頼を得ていきます。3人の子供に恵まれ、病院を設立したり、自身の名前を冠したバレエ学校を支援するなど、精力的に活動します。完璧なまでの人生を送っていたグレース・ケリーでしたが、1982年9月13日、自ら車を運転中、急カーブの坂道でガードレールに激突し、道路横の崖を40メートルほど転落して、自動車は大破。すぐに病院へ搬送されましたが、同乗していた次女のステファニー公女は軽傷であったものの、グレースは意識が回復しないまま、翌日に帰らぬ人となってしまいます。享年52歳。医師からは、グレース公妃に脳血管発作を起こしたと思われる根拠が見つかったと発表されました。しかし、彼女の最後をめぐって、さまざまな憶測が流れ始めます。実際、グレースは頭痛に悩まされていたと言われていたものの、事故直前。どうしよう、止まらない、ブレーキが効かない。ママは完全にパニック状態に陥っていた。同乗していたステファニー公女が運転中のグレースについて語っていたとか、そもそも運転していたのはステファニー公女だったのではないかなど情報が錯綜します。しまいにはグレース公妃を快く思わない者たちによる陰謀論まで湧き上がってしまったのでした。
ただ、亡くなった原因がどうであれ、彼女の気高さ、美しさは、多くの人の記憶に深く刻まれるのでした。The most beautiful boy in the world. イタリアの巨匠、リュキノ・ヴィスコンティが手掛けた、ベニスに死すれ、圧倒的な美しさを放っていた少年、ヨルイ・アンドレセン。彼の美しさは世界中を魅了し、日本に来日した際は熱狂に包まれ、ベルサイユのバラのオスカルのモデルにもなりました。そして、約50年後、2019年公開のミッドサマーで、変わり果てた姿を見せ、映画ファンを驚かせました。ベニスに死水後、彼に何があったのか、ヨルイ・アンドレセン本人と共に、彼の半生をたどっていきます。アシェンバッハは、この少年の神々しいまでの美に、驚嘆した。いや、愕然とした。トーマス・マンの原作を、ヴィスコンティが映画化するにあたり、すべては、愕然としてしまうぐらい、完璧な美しさを持った少年、タッチオ役を見つけ出すこと。ヴィスコンティ自ら、欧州各国を回りながら、15歳のスウェーデン人が見出されます。そしてその少年は、完璧な美を体現し、世界から称賛されます。ベニスに死すは、こちらの動画で紹介しています。彼は、世界で一番美しい少年だ。ヴィスコンティが放ったこの言葉が、ヨルンのその後の人生に、重くのしかかるのでした。まだ世間のことを知らないシャイな少年は、大人の世界に放り込まれ、男たちのキーな視線にさらされてしまいます。僕は性的象徴で、オブジェのようだった。ヨルンは幼少期、父親の存在を知らず育ち、母親は、10歳の時に失踪。後に、森の中で、変わり果てた姿で発見されます。以後、母方の祖母に育てられ、そして、ヴィスコンティの前に立たされます。彼は、祖母によって、金儲けのために利用されたのでした。その後、世間から高貴な目で見られながらも、結婚し、子供も授かりますが、両親の愛情を受けずに育ったヴィョルンは、どう接していいか戸惑います。そんな矢先、長男が突発的な病気で、この世を去ってしまい、彼は鬱を患い、アルコールに溺れていきます。このドキュメンタリーは、失い続けてきたヴィョルンの半生を振り返りながら、彼自身の人間性を取り戻す旅のようでもあります。ベニスに死すは、映画史に残る素晴らしい作品であることは間違いないですし、ルキノ・ヴィスコンティは、私にとって最も好きな映画監督の一人です。しかし、ヨルイ・アンドレセンが負った深い傷を考えると、とても複雑な気持ちになってしまい、気持ちの持っていきどころがわからない状態が続いています。最後までご視聴ありがとうございました。